こんにちは、パパカラチャンネルです。明日この佐賀バルーンフェスタに行くために、今日は途中海中鳥居の方に寄り道で来てます。前回来た時は満潮だったんですけど、今回は干潮で歩けそうなので行ってみます。おぼちゃん今日歩けそうけど、あの貝殻のあるね、よし、おいで、おいで。前はね、ドローン飛ばしたけどね、満潮の時に。満潮やったらさ、ここまでこの貝殻見えんもんね。うん、小花ってとどね。うわ、すごいよ、ポポちゃん。見えんかったの、あれは。よかった。ポポちゃんすごいね。よし、私も。痛い。いや。マジ使ったんだ。気づいたら使いよったった。あ、今もう満潮になってきよる。もう来よる来よる。満潮になってきよる、ちょっと待って。いやもう満潮になってきよるよ。やばいよ俺。気づいたら使ったかもしれない。あ、本当だ。そうそうそう。本当こんがんなっとったとね。ひとんとも落としたい感じね、こいつはね。ポポン。ほら、もうあいば。あら、歩けん。もう歩けんばい。あそこに私の貝殻のあっとよ。10分ぐらいよね。ねえ。もう10分ぐらいで。うん、わあ、もうあらら。あらら。海中鳥居を出発します。ここもう見れません、さようなら。レンコン売ってます。レンコン畑。あ、いや、トレーラーにいるの撮ったけど。ちょっといい。ちょっとお利口すぎる。かわいいか。あ、すごい。バイバイトレーラーのワンちゃん。ウケるウケる。玉ねぎコロッケだと美味しそう。玉ねぎコロッケ、うん、ああ、これ美味しそう。芋の天ぷらと玉ねぎコロッケとメンチカツとかあるね。はい、いいですか。1個ずつ。はい、玉ねぎコロッケ。はい、10分。はい、はい、大丈夫です。これがレンコンです。はい、15番取ってきて。15番ね、あ、七味ば振ってこと忘れた。アホタン、よかった。これどっから取ったの。あ、水飲みは濃いわ。今が31度。暑。意外と暑かね。暑か。暑日。おちゃんも喉が渇きすぎても、私の水を飲んでました。これが何やったっけ。玉ねぎコロッケとレンコンメンチカツ、うん、もうちょっと1個ずつ食べよう。食べて。次はレンコンスティックうどん、うん、レンコンスティックうどん名物。全国でね、第2位らしかよ、レンコンの収穫量に。うん、糸引くっちゃないと。100、100。おー、ほらほらほら、ね、
で、こっちがメンチカツですね。うまっ。ジューシー。うん、美味しい。おお、引いた引いた。うん。美味しいよね。美味しい。これここ来たら食いた。美味しいっすね。うん。よし、完食。ごちそうさまでした。はい。今からミルクックとモンブランで有名な竹下製菓株式会社に行ってみたいと思います。コロッケがね、玉ねぎがね、美味しかった。玉ねぎコロッケやっけ、玉ねぎコロッケが美味しかった。もう並んどった、いっぱい。行く途中でレンコン畑発見。レンコン、どこだ、ここだ、あ、ここだ、ここだ。おじちゃんと呼ぶ。おじちゃんが、この機械は何だろうか。なんかレンコン掘るのかな、掘るやつかな、ね、なんか、あ、分かった、掃除機かな。いや、掃除機がジェットで、ジェットでガーってしょってないと。なんか、ほら、使ってます。あ、なんか、あの、太ももらへんまでね、ジョブジョブに使って、ね、だってもう掘りたくない。 あららら、このズームでいけた。なんか手探りで、手探りで触りよる。取った、何、え、あれ、あ、取った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 と、あ、取ったとね、取ったと、これ私取った。なんか引っ張って記憶ないやろ、あれは土張ったね。積み上げる、ザルザル、草すき、草すきの、草すきのやつ、ザルやったら落ちていく。そうか、草すきのやつで、うん、草すきのやつで蓋というか浮かせたとね。よし、行こうかね。すごい、ここも見れた。頑張ってくださいね、頑張ってくださいね。もうすぐ竹下製菓、あと2分着きます。あ、あの、ここで売ってやったかな。え、売っとったかな。いや、わからん、わからん。え、ここはレイやったら笑うで。そこ、知らんと。知らん。お疲れ様でした。んあれ、本当の工場。うん、あれ、お電話ありがとうございます。本日の業務は終了いたしました。チーン。土曜日休みだ。じゃあ食べれんやったね。残念。じゃあ次、清水の滝って言ったところに行くけん。え、29分はかかると。ここからこっちに行ってみる。菅神社って言ったところに行ってみる。すみません。20分か。20分。ミルクック食べられず。残念、関係者が立ち入り禁止に開いてなかった。開いてなかった。ブラックモンブランの車発見、トラックだけ発見。こういう電話していけっていう感じかな。置いとる、電話しとけよ、ね、開いてるもんって思うよね。いや、わからん、祝日はわからんと。菅神社、菅神社、あ、あれ、あれじゃない、 あそこの上にあった。うわー、何番登らすとかね。やや、続いて左方向です。ここに止めてるかな。うーん、やばか。もう登らんばった。やだね。今がすごい神社、そこへって登っていくんだ。え、それでここ、これこういくとかな。ほら綺麗よ、ほら見て見て。頑張れ頑張れポポ。かなりな段のあるねこれ。いやいけっかな。大丈夫？言葉を失いよるよ。足が早くも止まりました。高い、一段が高い。3分の2の見えてきたばい。なんで登るとか。え、ほら3分の2来た。まだ後ろ見たらダメやろ。切るか風景の。さあ、あとこんだけ。おお、すごい。ほら、こういう感じやん。こういう感じなんだね。おお、こんなに登ってきた、ね、展望台に行ってみる。そっちやん、とかの展望台の、ほら、これよくあるよね。ね、神社はこの、ね、これどこに行くとかな。これでいいとかな。この展望台に乗ればもっと今さっきより高いだよね。今見えんかな。
ほら今さっきのところで高いね。うん、これ車でこれだぞ。これどこに止められたってやろう。そろそろ行こうか。ありました、駐車場あるやん。川の上流にある滝で高さ75メートルあるそうです。これから右やね。南西に進みます。続いて右方向です。右方向です。右方向行きます。およそ200メートル先、右方向。もういっぱい登るよ。ここにほら清水の滝だ。右ってなってるね。右？うん、10メートル右ってなってる。うん、これってなってるな。鯉料理がね、有名かって言ったけん。ほら、すごい。ねえ。へえ。鯉の洗い。唐が水芋、水芋ってなんやろ。鯉の洗い定食って980円であるんだ。そう、安っ。安かね。清水の滝案内板。今が。今がここでどこに行けばいいんだ。あ、こっち上にある滝の坂道5分。頑張ろう。少し紅葉がかってきよるね。綺麗。滝の音の少しずつしてきよる。おお、おお、ほんと75メートルもある。足取り重いよ。そらそうやろ、さっき階段登ったばっかりじゃん。うわー、垂直。おお、ほんとに垂直だ。ほんとね、綺麗かね。めっちゃ綺麗。もうさすが全国名水百選だい。あ、名水百選か。すごく綺麗すぎる、ね、え、これなんかカゴとかのアッキンがさ、こういう水遊びしていいってこと。着替えるところ。うーん、あ、冷たい。綺麗。滝に打たれてこんねん。あ、なんかマイナス4の飛んできよう。うわー、マジ真上。うわー、すごい。うわー、ここのとこば登っとばいね。おばちゃん、おばちゃん、パパ、すごいね、おーちゃん。元気になるよ、これは。なんかこの風鈴がいません。風鈴いいね。風鈴がダバダバダバ。いいよね。風鈴いいね。夏とかいいかもね。頑張ったよね。スポーツセンターっていうお風呂アイルっていうお風呂屋さんに行きます。目的地は左側です。お疲れ様でした。アイル着きました。ここからか。なんかね、鹿児島からね、来とった車のおってさ、おじいちゃんとおばあちゃんがね、で、え、鹿児島から来てここにお風呂入ってどうなんすですかって言ったら、その辺に泊まるとけど、ここのお風呂が良かって聞いたけんが、ここに入りに来た。宿泊先でね、入らずにね、このアイルで、もうそうそう、宿泊先で、そうそう、宿泊先でと入らずにここに入るんだって、鹿児島の人。へ、うん、そんなに有名なの。ほら、かけ流し天然温泉。すごい、ね。お風呂、お風呂どうでした。ぬるぬるで気持ちよかった。嬉野温泉みたいな、ね、そうよね、うん、そうそうそう、トロトロ嬉野温泉みたいにトロトロで、なんかね、プールもお風呂も同じ料金で入れるって言った。うーん、あー、これはこれは曲
がるっていう左に。これはね。うん。なんか。これどことかな。バルーン。見える？見え見え見え。まあ、全然わからん。ここで払って入ってどこですか奥ですかって聞くみたいな。お座りして。ぼちゃんもう2回目。もう一回ちょっと食べたしもた。腹減ったとばいね。だけがちょっともうちょっとあげようと思う。ちょっと待ってて。ちょっと待って。めっちゃ腹減ったとばいね。うん。お座りして。うん。あとそっち行って。お座り。待て。待てよ。待て。よし。食えた。どうだ。食えた。水はくれ。水ね。水ね。ポポ。もう飲みすぎ。よし、パパたちも飲む。食べんとね。もう食べんとね。ね、これ充電できますか。うん。ビール。はい、ビール。はい、ビール。はい、ビール。乾杯。乾杯。やっとば。やっと飲まれる。やっと飲まれる。うまい。冷えとるやん、ガンガン。道の駅で凍った。そう、買ってきた。佐賀牛のローストビーフ。ローストビーフ。そう。21度でーす。心地いい。そうね。うん。昼間は30度ぐらい心の中あったけん暑かったけど今 21.8 度、うん、気持ちいい気持ちいい。19時49分、骨ラムすごい飲みっぷり。ポポちゃんなんかベッドに寝てるんですよ。眠たかもね。よし、ポポは爆睡でーす。ポポちゃんは爆睡。夜間渓流のあったらそうよ。そう、これやろ、うん、明日これすごいやん、これ、うん、明日暦見たかったけどね。6時半かな、この夜間渓流。そう、夜間をね、うん、夜間を見れればいいけどね。私たちここら辺にいます。私たちここら辺に会場はここがなんかうまいもの、うん、憩いの広場。ここがなんかな、さすがうまいものを一から説明するところがすごかったね。うまいもの一番やる、やっぱりテント、うん、テント、うん、ビバーンテント。ビバーン関係なくバルーン広場で、うん、ここでバルーンが上がるけん、うん、ここら辺のなんか石の痛いところに座って見る、うん、でパパたちがおるところはここ、うん、ここにということは、まあ、ここからシャトルバスどこからです。ここから出ます、うん、5時45分。もう5時45分に乗るか、うん、もう5時から歩くか、うん、でこう行ってここまでしか行きません。ああ、ここからステージイベントがあります。ああ、いろんな人が歌ってます。ああ、でその後にテント、ああビバンがあって、ビバン、まあ、くつろぎ広場もポポちゃんは入れんけん、ああ、そこの中でシシリアンライスを買って、ああ、外でまあ食べますね。ああ、憩いの広本部で。ああ、でこれは本部エリアなんで、うん、まあ、売店とかいろいろあるんだろうなと。これいい新聞を、うん、ありがとうございます。伊藤さんに、うん、でありがとうございます。どこで知り合ったかな、なんか行きつき、道の駅行きつきでね、行きつきで知り合った方がバルーンの速達できたけんね、この新聞のね。そうです、佐賀から、うん、佐賀から長崎にね、送りましたって言うたら翌日にね、この新聞の来たとよ。速達で来ました、この佐賀にしかないこの新聞。佐賀新聞いただきました。ママほら、あの写真も見せて、すごい写真も送ってやったけどさ、写真も見せて、明日のバルーンこんなの見れたらいいねっていうやつ、ちょっと見せて。うま写真、一枚ずつ見せて。ほら、あ、こうやってるかな。ほら、すごいよ、ほら、すごくない？ほら、見えんし、若干見えんとこだな。ほら見てこれ、見えん。動画で見てね。よし、はい、次、うん、ほら、うわ、マジか、これすごいよ、ほらうわ、なんも見えん、
横たわっとるよ。横たわっとる、ほら。今から上がるじゃん。え？違うと？あ、これ今？今からだって寝せとってから上げるたい。ああ、今からか。これ今から立ち上げてみんなと同じこと飛んでいくんだ。私のためにコーヒーを作っとこう。280W なんだね、このニトリのね。向こう見てね。そうやね、こっちはダメやね。椅子が多分あれば来た。どうしましたか、隊長。隊長、メメガネムーございます。夜の探索。寒いね。外何度なんだ。全然明るくない、普通に。あ、ほんとね、こっち明るくない。こっちの方がいい。全然そうだね。手洗いも明るくして全然綺麗。え、すぐそこ重いの。ほんとね。から満車ってなってるんだ。うん？どれ？家が引いてる。お家みたいなでっかい満車。これ見えんけど。これ上で言うたらほら結構見える。見える？うん。ほら。すごいいいな。すごいね。で寝てるんだね。うん、あの人が自分で持ってこらったってよね。そうだよね。にぎわっとるね。にぎわっとるね。夜焼き鳥。もうすごい。もう見てこれ。この辺ぐらいから曲がる。釣れたね。なんかついた。すごいかね。うん、まあ、うん。にぎわっとるやろ。うん、ね。これじゃさっきのでっかいやつ。っていうか、このテントこうつくないこれ。うん。ねえ。なんか俺、このスマホで見た方がね、めっちゃ綺麗で。なんかここで騒いどっても怒られんもんかね。ねえ。ねえ。だってもう11時ぐらい ?10 時 ?10 時は過ぎとんもんね。ねえ。ここはそりゃみんな入り浸って。ああ。まあ、けどじゃあここに止めろって言われたらなかなか今のこの時間はちょっとなかなか厳しいかね。でもキャンプするならいろいろ
家よ、家。家だね。これはすごいね。これ何も鎖ない？多分ない。おやすみよ。寝て寝て、パパ。寝て、おやすみ。おやすみ、パパちゃん。ガラン、おいで。おいで。パパちゃん眠たいけどね。はい、もうね。おやすみ、パパ。顔出す。よいしょ。おやすみ。おやすみ、にわちゃん。行くのかな。あ、これか。